こんにちは。毎月恒例になりつつあります月刊鉄道ニュース2022年1月の鉄道ニュース発表していきたいと思います。じゃあまずは一つ目、こちら京急のパタパタ引退発表されました。はい、先日動画僕もね出させていただいたんですけれども、京急川崎に設置してあるあのパタ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 ってあの切り替わる駅の発車案内装置ありますよね、あれが引退ということです。こちらですね、2月の中旬に更新工事が予定されておりまして、まあ残念ながら引退ということになったんですけれども、あれね結構面白いですよね。あの普段見れない行き先とかも中にはね入ってたりして結構面白かったんですけれども、そこら辺の詳しい話は先日出しました動画の方で話してますので、そちら見ていただけたらなと思います。ということで京急のパタパタが引退ということでございました。お疲れ様でした。2つ目でございます。こちらはですねついに発表されました、東急新横浜線、相鉄新横浜線が2023年3月に開業することを発表されました。あれおめでたいですよ、おめでたいおめでたい。先日プレスリリースも最強のプレスリリースが発表されましてですね、相鉄、東急、東京メトロ、東京都交通局、埼玉高速、東武、西武の7社がね連名でねプレスリリース出してね、これもう夢のヒーロー勢揃いみたいな感じのすごいリリースが出てましたけれども、ずっと前からあの開業する開業するっていうことはね言ってましたよね。相鉄の羽沢横浜国大から東海道新幹線も走ります。そして新横浜からさらに東急に入って日吉、目黒線の日吉、そこから東急東横線とか目黒線に直通をしていくっていう、もう一大直通ネットワークがここでまた広がるということになっております。今あの東急東横線があの副都心線と直通を始めてね、そこも大規模な直通で今もやってますけど、そこにねさらにね相鉄も加わっていくというこのもう大変なことになってますけれども、相鉄、まあ目黒線と南北三田埼玉高速まではまあ直通するだろうと思うので僕も思ってたんですけれども、まさかね東部にまで直通するっていうのはちょっと意外でしたね。あの東横線の直通がまあ言っても和光市だろうと思ってたんですけど、それがねまさかあの東部にね直通するっていうことで発表されてましたんでちょっとびっくりしたんですけれども、西部はね直通はあの相鉄との直通はしないそうで、引き続き元町中華街方面の直通をやっていくと。だからまあ武蔵小杉でね目黒線東横線対面で乗り換えできますから、それでまあ降りた方向かいの電車に乗ればまあ新横浜なり海老名方面、湘南台とか海老名とかね、そっちの方もまあ楽々行けますから、まあ特に問題がないかなと思うんですけれども、これねダイヤ乱れたらどうするのかなっていう心配は非常にあるんですけれどもね。だからあの湘南台とか海老名とか二俣川とかね相鉄の方で起きたやつでね、そこら辺の対策とかね、まあ、各社さんあの会議して考えるんだと思いますけれども、すごい直通が始まります。そしてね何より新横浜が非常に便利になるということ。今まで僕は新横浜に行くってなったら結構新幹線で行ってたりしたんですよ。新横浜ちょっと行くの不便だったじゃないですか、まあ、横浜線とね地下鉄しか走ってませんでしたから、東京から行くってなるとやっぱりどうしても新幹線がまあ一番便利かなと思って特急料金払って行ってたんですけど、それがまあこれから新横浜はね東急で行けばいいことになりますから便利になるかなと思います。東急の沿線の方もね東横線と目黒線に関しては乗り換えなしであの新幹線の新横浜まで行けると、名古屋京都新大阪方面楽に行けるようになるんじゃないかなというところで非常に期待大きいものでございます。まだあと1年ありますけれども2023年3月のダイヤ改正楽しみに待っておきたいと思います。そして3つ目でございます。これはまあニュースというか僕が勝手に紹介したいことなんですけれども、 JR 東海の新しい CM、 もう素敵、感動、熱い、そんな感じでございます。 JR 東海さん、新 CM が出ました。1月のドラマ DCU の第1話最後の方でねその CM が初めて公開になったんですけれども、あの深津絵里さんが出演されておりまして、深津さんが会社で働いている方で久々に出張に行ったと。で対面でまあその取引先かなとまあ会議をしていくと。でそれでまあ最後にお別れをしてありがとうございました、で新幹線で帰っていくっていう、まあ簡単に話すとこんな感じなんですけれども、東海道新幹線多分相当の客層が多分出張のお客さんだったと思うので、やっぱりね出張がなくなるとねなかなか苦しいところあると思うんですけれども、いや僕もね本当にあのこのスパドランライブとかでも感じますけどね、やっぱりねオンラインじゃやっぱ嫌なんですよね。直接同じ場でねライブとかしたいなって思いますし、そういうことをねいろいろまあ自分でも考えながら見てたりすると、あやっぱり新幹線に乗って直接会いに行きたいなっていうこともね感じましたし、会うって特別だったんだっていうフレーズが出るんですけど、その CM の中で確かにその通りだよねってあの JR 東海さんがね言うとね説得力もあるし、昔のあのクリスマスエクスプレスとかの CM でも結構会うっていうところをね大切にされてるなって思ったので、いやあれは本当いい CM だよなっていうか、まあ、JR 東海そこら辺お上手だよなと思いながら見てました。はい。
やっぱりねコロナになってからね鉄道会社の CM で感動するっていうことも結構増えましてね、まあ、今までもありましたけど特にやっぱりこの皆さんね大変な思いされてる中でどうお客さんを掴んでいくかっていうところとかもいろいろね考えながら見てますけどやっぱりねこの会うっていうことがねこのコロナ禍でね難しかったじゃないですかこれまでの期間でそこをやっぱりなんか JR 東海が大切にしてるんだなっていう思いもね伝わってきて本当に感動したんですよ。あの JR 東海さんの公式 YouTube チャンネルの方で60秒バージョンと30秒バージョン公開されてますからそれ見ていただけたらなと思いますので見たい方は見てください。以上です。ということで1月3つ紹介いたしました。まあ、ニュースというか僕が勝手に感動したこと紹介みたいになっちゃいましたけれどもこんな感じで2月はどんなニュースが発表されるんでしょうか。お楽しみに。ありがとうございました。